解です。ご飯はね、だいぶたくさん、ね、そう食べた、召し上がる、めっちゃ美味しかったです。美味しい、いただきました。ごちそうさまです。でもね、本当にご飯もキャメルさん、本当すごい、めっちゃ美味しかった。最初牛、豚、鶏全部ありました。海鮮、アワビもあったし、そう。え、なんでさ、フォアグラとかロースターとか出てくるのがすごくない？今から今日ラウンド中にね、みんなに質問を募集したと思うんですけど、まあそれインスタグラムでね、まあ面白いのとかだけ答えていけばね、面白いの、あ、これみたいなのがいろんな質問してたよ。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか答えていきたいなと思います。ゴルフ中、はい、タイツはなんでニール履いてますか？それでも女性からの質問だよね、きっとね。なのかな？まあ今日なんでニールだった？今日薄かった。ゆっこ多分60か80でニール。薄かったね。でも寒いわ。薄かった。肌が透けるデニールは100以下デニールなんで。そうね。だから本来だったら140とかそんな分厚いのがいい。そうだね。100でも透けるじゃん、ちょっと。そうだね。だから100以上140デニールぐらいだね。が本来は良いかと、冬は冬のねね、そこにレッグをまとめる、そう、交換大事ですからね。寒すぎてもう、いや本当にずっと肩上がってね、意味わかんないですね。防寒で言うとなんかしてることある？北海道ありますか？北海道を脇の下に貼る。脇の下なんですか？ここね、気持ちいいよね。そう、めっちゃあったかいよ。こうやってやるじゃん、寒くて。だからめっちゃあったかい。知らなかった。両脇やってみよう。脇の下めっちゃいいよね。ここと、あとはもう背中。そうだね、背中ね、背中は絶対貼る。じゃあ次の質問にします。膨らませず、たくさん来てると思うんで。女性はどんなことされたら男性ゴルファーが真摯に見えますか？いや、厳しそう。いや、そんなことだってもうほぼほぼできて当たり前じゃないけど、嫌なとこ見た瞬間も行きたくなくなりません？嫌なとこ？嫌なとこ、例えば何が？まあいいことよりも NG の方が目立つってことだよね、ゴルフって。ベタだけどやっぱさ、バンカーとかさ、あ、ピッしたごめんなさい、バンカーとかさ、こう、キャディーさんに鳴らすとか、そう、鳴らしとくよ、いいよとかさ、ボール拭いてくれるとかさ。あ、そうね。まあ、あえて、慣れてる感を出してくれる、慣れてるが好きかも。わかる？そういえばだから、その「あ、ボール拭くよ」とかって別に自分でもさできる些細なすごいことだと思うけど、それはわざわざもうピックした瞬間に「ボールちょうだい」みたいな、なんかついでに自分の服ついでにあって拭いてあげるとか、もうなんだろう、真摯やってます感を出してくれるぐらいの所作ねが好き。やってるとかじゃなくてなんだろう、なんて言えばいいかな、わかる？わかりますよ、わかりますよ。だからこそ難しいですよね。ありがとうって言ってほしくてやってんじゃないよ的な感じでやってくれる人、スマートなね、まあいいですよね、やっぱね。ありがとうはさ、なんか別に言うじゃん、どちらにせよ。そのなんかこう、こんなにみたいな感じがね、感じっていうことですか？合ってます。まあなんか気遣いできる人みたいな。気遣いできる人ね。ね。結果。あとはいつ練習してますかとか。あ、だから私最近練習行ってますか？してない。行ってますか？みんなやたい。しなくても上手なんですよね。ね、いや、してないから。した方がいいと思ってる。まあ、忙しくてする時間なくないですか。なんか、する意味が。作れてない。練習をする意味。練習をする意味。あ、もうこうしたいとも特にないみたいな。例えば今よりももっと飛ばしたいとか、今よりもスコア伸ばしたいから練習する、成果出したいからか、まあ落ちないように練習、今のレベルよりも落ちないように練習するとか、目的があると思うんだけど、今目的がない。なんか練習する。それね。なんかなりたい、ゴルフでさ上達したいとかあれば練習すると思うけど。でも別になんか見出せないっていうのがでしょ、あるからでしょ。そうかもそうかも。昔なんかもうがむしゃらに70代出したいとかあって練習したけど、最近はなんかでも楽しくなんか回ったら良いからっていうので、あ、ちょっといい感じで落ち着いた感じかな。うん、ゴルフレッスンやみたいな。うんうん。ゆっくも悔しくてないさもんね。ええ、かわいい。ギャン泣き、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 ギャンつくほど。ギャンつく。マジ？普通に練習場でもよく泣いてたの、一人でも。そうなんだ。意外ですね。真面目なんですよね。悔しかった、悔しかった。ね。恋してますか？ああ。みんな恋してる？恋してんの？恋はね、したいですよね。常にしてたいですよね。ね、恋ね。楽しいもん、好きな人いた方が。わかる。好きな人いた方が女の子ってやっぱ絶対的に綺麗になる。気をつけるもん。そうだね。ね。絶対違うぞこの子。絶対違うぞ。変わんないんだよね。かなと思いました、今の反応見て。違ったんだよ。俺なんかちょっと違うの。そうなりたい。なりたいね。恋したら変わったみたいな。俺最近じゃ綺麗だったね。恋してるよみたいな。そういう感じ？うんうん。そうなんだって言いたい。言いたい。そんな男が現れていないと思うな。だし、だからそもそも多分そういう。体質じゃないかもしれない。恋愛体質ではないですよね。全然恋愛体質ないかも。なりたいんだけど。誰か。でもなんかなんだろう。恋してなくっても、いつなんか好きな人がもしできても大丈夫なように。綺麗にしていたいとかはあるか。ああ、まあもちろんもちろんね。うん、それはあるよね。ね、いつでも恋をしてたいし、受け入れる準備で的なね。でもやっぱ皆さん気になるんですね。皆さんがね、彼氏いるのかとかね、恋してるのかとかね、彼氏いますかって質問もちろんいただいてますね。うん。ちょっとさ、一旦クーラーさ、顔に当たるのきつくね。あれ、じゅんの子めっちゃ当たるの。クーラーどこ行くか。あ、そこ、右。はい、次な。なんか面白いのある。答えないけど、面白そうな質問の。最近、リンゴルフの出演なくて、寂しいです。ね、お仕事。そう、今私、仕事。そう。久々にね。会社員してて、あざます。有給をリンゴルフに使います。そうですよ。お願いしますよ。やっぱさ、今さ、まあいろいろあってさ、新体制になってさ、いろいろ変わってさ、やっぱ出演できる人もさ、どうみたいなもある中さ、やっぱゆっこさ、昔から出てるメンバーだから、だからさ、出てほしい。のに今出れない状況みたいななってるのが結構厳しい。旬でしょこれは。合わなくて。結構ね、結構無理やりなんかあ、そう、結構無理やりだし、でもケベルの方々にももうご無理を言ってこの一回。そうだね。だってゆっこさん主体ですもんね。そうです。スケジュールに関しては私もずらしましたし、ゆっこさん来れるこの日だからみたいなね、じゃあもう開けますって言って開けましたし。あとね、なんかゴルフで一番こだわっているところはね、サーブとかそうだよ。こだわってるところ。ウェア。そうなんだ。嬉しいなんか。私でもブランドは同じものを着たいタイプ。あ、わかる。わかります。わかります。だから同じブランドを着てっていうのはやるようやりたいな。ちょっと心がけた。へえ、そう。トータルで同じ。トータルで同じ。今日ジャックバーニー全部ですよね。全身ね。なるほど。何こだわってる？なんだろうな。どここだわってそうかな。私さ、でもあんまりこだわりでもなんか全体的にないタイプなんだよね。って思わない。なんかじゅんがすごくこだわる部分ってなんかあんまりその全体でゴルフだけじゃなくって、生活なんかいろんなことにおいても。なんもないよね。細かいところ逆に言ったらよくはないのこだわり。昔はね、わかる。めっちゃ昔はあったけど。あったあった。例えば何ですか？めっちゃスコアこだわってたもん。ああ、スコアね。そう。だけど最近は楽しく。まあね。ゆきりんゴルフにこだわってるとこはないです。ないです。もう楽しければいいですよね。そうそう、もう楽しく、なんかスコアも別にそんな気になってないからこそこんな2年半も多分100切りとか言ってなかったし、楽しいメンバーでできればみたいな感じな。それでちゃんおいで。それで言うとメンバーかも、行く人かも。私のこだわりで言うと、この人絶対行きたくないと思ったらどんなにゴルフ好きでももう楽しくなくなりますもん、ゴルフが。なるほどね。行きたい人としか絶対行かないです、私は。相性あるよね。ゴルフ。あ、じゃあ私に来てるやつ聞いてもいいですか？好きなゴルフ場はどこですか？好きなゴルフ場ありますか？そういうの。ここのコース合うなとか。ああ、でも今日のキャメルとかは多分結構。私の見た目は好きな赤 T からだけど、白 T になったらまた変わっちゃうかもしれないからやってみなきゃ分かんないけど、景色は結構私がミスしないタイプのコース。あ、そうなるんだ。さやかちゃん逆かもしれない。だからさやかちゃんは苦手なコースかもしれない。やっぱ人にそれぞれあるんだ。私はさやかちゃん逆だから、私は多分あんまり嫌だなって思わない見た目が多かった。あ、そうなんだ。けどさやちゃん多かっただよね。そうそう、もう今度真逆だと思う。へえ、そうなんだ。なるほど。100切り続いてますか？あ、どう？私はね、どう？あの後何回かしましたけど、調子に乗って白 T でやってみたんですよ。ナイスチャレンジ。いいじゃん。なんかそもそも100を切るという概念が私にないので、別に110叩こうが気持ちは別に落ち込まないんですよ。白からやっても赤からやっても変わんないから。っていうので白からやってます。いいね。距離伸ばす作戦。あ、でもドライバー飛んでるもんね。飛んでた。そのおかげかな。いや、それはあるかもしれない。今日ね、一番早くメッセージもらったのがね、メッセージがコメントというか質問。ゆきりん、100切りおめでとうございました。ありがとうございます。決め手は何でしたか？もうここが大事ってことがあったら教えてください。私がゆきりんなりの100切りのポイント。ありがとうございます。パターじゃないですか、あの日。ポンポン入ってた気がします。今日だって私ほぼスリーパットって、私ゆっこさんに全部言ってた。毎回スリーパットって言ってたもん。またスリーパットっていうのもずっとここで聞いてもらって笑われてましたから。多分今日切れてないのはスリーパットが多かったから。あの日は多分すごい決めてませんでした。パーパットが多かったから。そうかもしれないね。私はだからパター。パターかな。なるほどね。パターだけで。5台以上とかも違う。変わりますね。これは変わるじゃないですか。確かに。でも70代出る時とかパターンだもんね。ああやっぱそうなんだ、うん、だから調子いいなとか、うん、もう全然スコアがいいっていう時はもう大体パターン。ああそうですよね、うん、そうなのかな。調子は関係なくない？ショットのある例えばドライバー調子いいけどスコア悪い時もあるじゃん。ああだけど結局なんかスコアがいい時はショットは別に良くなかったけど本当にパターが入ってたとかは結構多いかもしれない。私はそんなことない。それもありある。ああまあ全部じゃないけどね。アプローチレベルとか全部大事ですよね。それで言うとね、多分今日じゅんちゃんはめちゃくちゃパーオン率が良かった。確かにそうずっとパー拾えてたんですよ。そうね、うん確かにバーディーが多くなかったね。あそうじゃあパーオン率が良かったしパーオンのオンも結構近かったの。ああ確かにロングパットもなんか2回とか数回でしたよね。そうそうそうぐらい他寄ってましたもんね。まあグリーンが小さかったから集中できたのか私が多分見た目が得意なコースだったからだと思う。ダメな時打つ前から全部ダメだもん。あそうなんですね。あとクラブセッティングを教えてくださいって来てますけどこれ難しくないですか？今度動画で紹介してください。うまい方々最近やってないかも。しかもさやか先輩あれかけないタイプですか？上のやつカバーあの上側のカバーキャディバッグのかけるんですか？あ、蓋それは防犯のためにってことですか？いや、違うなんか私が前ね初心者の時に聞いたのはここの部分がない人は上手い人だって言われたんですよ。ああここの部分を常に車に入れっぱなしだからね。ああなのかな。常に入れっぱなしだけどあるだからね、なんかね、確かに上手っていう人ここないんですよ。確かにない人多いかも。あ、それがやっぱりないなと思って。なんかあれがあると入れにくいくないですか？入れにくいですよね。だからとてもまあ上手な人のクラブセーティング私も気になります。確かに。結構調べますもんネットで。クラブセーティングみんな。私はね、そんな持ってないから。何を次買うとしたら何がいいんだろうって悩むから。おきり何本？11本ですかね。11本。じゃああと3本。私12本だよ。え、そうなんですか？でも確かにじゅんさんってなんか使ってるの決まってる気がする。ほぼほぼ。あ、まあ上から言う？ドライバー5番ウッド、7番ウッド、5番ユーティリティ、アイアンが6、7、8、9P で、ウェッジが5、2、5、8でパター。ああなるほど。まあ多分どっか入れるとしたら3番ウッド、あとはユーティリティ入れるか5番アイアン入れるか5番ユーティリティの下入れるかちょっとわかんないけど6U。なんかあんまり考えたくないんだよね。どうして感覚で打っていくから。わかります。なんか距離もちょっとこうやって打ったらなんか短くなる気がしちゃったりとかするから、この番手で打たなきゃいけないマストみたいなのがちょっとダメかもしれない。私は使ってるのあんま少ないですよね本当ね。逆にない方がいいかもしれない。それなんか言ってませんでした？前対決の時5本でやってたじゃないですか。なければないなりがねやってますもんね。いいやとか覚えたりとかさ、多分結局スコアにはつながるから。つながりますもんね。確かに。そうそうそう。5本でも全然割れたもんね。そうだね。ゆっくもやったもんその前にね。みたいなのもあるからなんかなくてもいいかな。プロじゃないしっていうのはあるかな。私はスターターキットに入ってるぐらいの番手でいいかなって思ってるんです。あれ何本だっけ？9本。あれそのぐらいにちょっとブローチとか足すじゃないけど。学生時代何の部活をしてましたか？あ、確かに。でも私は結構バレーって言ってるからバレーボールやってて。小学校から。小学校からさ。すごい。そう。ガチ。ビンタしたんですよ。やばい、もうビンタっていうのがやばい。今じゃありえないですよ。キスしたらビンタして、返事が長かったらビンタして、返事が長いってはいって言わないとダメってこと。あ、それでビンタだめ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 、はいみたいな。もう「あ」が入ってる。先生が「うざい」って言った瞬間やばっ、ちげんだって。どんな世界よ、マジ感じだった。え、なんか言ってた。私ずっとすごい意外だねとは言われます。何ですか。小学校の時は書道部に入って。かっこいい。書道部。はい。中学校の時はワンダーフォーゲル部っていう山登り部に入ってて、楽しそう。高校の時は映画部っていう。楽しそう、楽しそう。いいな、映画部。映画見るだけとか。そう、めっちゃ楽しそう。何それ、めっちゃ楽しそう。そうなんだ。興奮気味。すごいね、映画部とかあるんだね。なんか漫画の世界の映画部しかないと思う。なんか恋が始まりそう、映画部ね。ずっと女子校ですもんね。え、大学までずっと。大学まで。大学の先輩なんですよ。あ、そうよね。そう、一緒なんだ。そうなんですよ。私、中学校の時、ゆるくテニス部。うん。かわいい。なんかバスケっぽいよ。え、そう。ああ、なんかわかる。そう。バスケ。うん。テニス。うん。テニスゆるく。中1、中2。テニス部、13帰宅部。やめたんだ。やめたんだ。ゆるかったからやめちゃった。なんでやめたの。なんかメイクに目覚めて。メイクって言ったら顧問の先生に怒られて、メイクした顔でコートに上がるな。やめます。マジ？ウケる。ゆる。マジゆる。ゆきりんは。私中学校帰宅部で高校サッカー部のマネージャー。ああ、マネージャーっぽい。ぽいですか？ハキハキしてるし。好きそう、好きそう。ね。お世話好きそう。うんうん。おにぎり。こうやってました。ええ。合宿の時とか。試合。どうですか？ご飯ついたりみんなで。でもさ、お相撲さんのさ、おかみさん合うよ。あ、向いてるかな。うん、めっちゃ向いてる。そうしようかな。うん。そうだね。ワンチャンありですね。ワンチャン。ね。わ、なしだ。わ、小川君。お座りは。お座り。ワン。ワン。今どのぐらい答えました？尺的に足りてます？なんとなく。足りてる。足りてます？足りてると思う。目が切る。なんかもう目が明るいんだよね。なんか。すごいな。